2014年10月22日23時32分。ネットで見つけた怖い話。第7275話、霊能者に依頼。知人の話。あまりにも色々とひどいので、漫画で紹介された霊能者にコンタクトを取った。依頼殺到。って漫画には書いてあったのに、速攻返事が来た。命の危険がある方は優先です。で、そういう類に頼ることに抵抗ある知人が、その時ばかりは自分の勝手な行動をすんなりと受け入れた。で、待ち合わせ当日、とあるホテルを予約しておいた。私が先に霊能者さんと会って、仕事を終えた知人が後から合流する予定。が、知人が来ない。連絡してみると、この日に限ってトラブル発生&交代要員が来ない。連絡取れず、霊能者さんに謝る自分。しょうがないよ。行かせないつもりだから。霊能者さんには、その状況の理由がわかっている様子。待ち合わせから3時間。とりあえず予約したホテルへ移動。本当にすみません。忙しいでしょうし、日程変更にしていただいても。そんなことしたらその人、今度こそ死ぬよ。どういうことかわからず驚く自分に、霊能者さんは朗々と説明。行かせないようにしてるんだよ。絶対に離れないって、かなり恨みが強いからね。え？じゃあ来れないんですか？いや、来ないと危ない。他にもいるんだよ。今日、俺と会うのを知って、野生物できるって待ってるのもたくさんいる。それができなくなったら？何百年も苦しんでやっと成仏できるって期待していた分、絶望も桁外れ。その行き通り、逆恨みはいかなかったその人に一斉に向けられる。今度こそ死ぬよ。殺される、マジだとその時思った。だって知人は、昔から事故や病気で九死に一生を得る経験を何度もしてる。今回はついに癌になった。だから本当に何かあると思って、霊能者さんに頼んだわけだし。だから、何が何でも今日何とかしないといけないんだ。何時になろうと何時間だろうと待つから、で、霊能者さんは遠隔で何かしたらしい。大丈夫。21時にはくれるよ。待ち合わせが確か15時、チェックインしてホテルの部屋で、ついでに自分の亡き母のこととか見てもらってた。そして21時10分ほど前。遅くなってすみませんでした。知人がやってきた。ここから家計にまつわる霊視が始まるわけで、その前に簡単に知人の状況を、知人、田舎から上京してる。当時、左臀部に肉腫発症。肉腫発覚と同時期、父親が心臓病でバイパス手術を余儀なくされる。弟、知能障害あり。同時期、緑内障と白内障を併発。母親、脳一血の過去があり、働きも無理できず、姉、嫁いでいるが旦那、知人の義理兄、が難病指定の病気を管理仕事できず、知人の家は四国の奥の閉鎖的な田舎。本家と言われるもので、知人に後継ぎができなければ家計は途絶える。本来はじいちゃんが最後だった。子供ができず、知人の父親を養子にしてなんとか名字を継いでいた。さて、霊視。霊能者さんには現状は伝えたものの、癌の種類や出身地などの予備知識は伝えていなかった。大殿筋ってどこ？いきなり肉種の部位を当てられる。ちなみに霊能者さんは二人、一人は知える、聞ける、成仏までさせられる。一人は知える、聞ける、話せる、わかる。いわゆるレーダータイプ。で、主にレーダータイプが状況を把握していく。何百もの霊体が知人にはついているらしいが、それらをまとめて、率いるリーダーがいるっぽい。そのリーダーが、誰よりも強い恨みや思いを持っていた。差別？リーダーの話を聞くレーダータイプがつぶやいた途端、自分と知人は顔を合わせた。心当たりある？レーダーに聞かれて答える知人。あります。うちの田舎は未だに部落差別の生きている村です。
自分は部落出身ではないのですが、そのために幼い頃から差別を目の当たりにし、それが正しいのとされていました。それが嫌で、納得できずに田舎を出てきました。あなたのご先祖、6代か7代か、前の方、この世のものとは思えない残虐な仕打ちをしてるわね。納得できなかったの。この人ね、ついてるリーダー、悪い人じゃないのよ。ただ、人一倍正義感が強くて、仲間が理不尽に虐げられること、虐殺されることが許せなかったの。悔しくて悔しくて、どうして同じ人間なのに生まれでこんなに違うのかって、泣いて訴えてるよ。仕方がなかったんだよ。時代だったんだよ。霊能者さんは二人で、一生懸命にリーダーを説得してた。余談だけど、その時すでに深夜を回ってた。部屋の窓の外をうろつく影を、霊感のない私も見た。助けを求めるように、気づいてって感じに窓に手をつけて覗いてた。暗闇に乗せるようにかぶさる、もう一段黒い人影だった。リーダーはしばらくごねてたらしいけど、霊能者さんの説得により納得したらしい。もともとが正義感の強いまっすぐな人で、何百年もの長い年月を理不尽さに苦しめられてきた人。だからなのか、張本人ではない知人に怒りを向ける理不尽さに、理解を示したのかもしれない。霊能者さんは事前に買ったおにぎりを出して、知人についてる人たちの振る舞った。白米なんて食えなかったんだろ。成仏前にゆっくり食え。って、未だにわからないのは、知人の肉腫は左の大殿筋にできた。じいさんは戦争で左足を失ってる。知人が事故で複雑骨折をした足も左。これは手術をしても骨がくっつかず、未だに何か固定するもんが入ってる。左に何かあるのかとも思ったけど、それについては特に何も言ってなかった。リーダーを含む全員を成仏させた後、窓にいた人も一緒に、しばらくの歓談タイム、どうして知人についたのか聞いてみた。差別によるいじめを率先していたのが彼のご先祖様。その一族の中で彼が一番強かったから、精神的にも肉体的にも。とにかく何が何でも、知人の家計を根絶やしにしたかったのかもしれない。と同時に、いつかこうやって成仏させてくれることをしてくれるのは、知人しかいないとすがっていたのかもしれない。わからないけど、何百年も何百年も、リーダーたちは苦しんでたんだなって思う。生きている時の理不尽な差別や無念を抱えたまま、長い年月を苦しんでいたんだと思う。オツですが、その後知人と親族の状況は好転したの？知人一族のその後は、一気に好転とは言ってませんが、当時ほどの状況ではありません。一度なった病気が奇跡のように回復するはずもなく、姉の旦那は相変わらず難病だし、弟の知能も12歳のまま。現在30代半ば。だけど父親の手術はうまくいったし、母親も倒れずに元気に知人に金の無心をしてる。笑い。知人の癌は南部肉腫といって、5万人に1人という珍しいものだったけれど、大殿筋を丸ごと取ったにもかかわらず、他の筋肉が失った大殿筋の代わりを担い、身体的な障害も残らず、小走りくらいならできる。再発もしていません。ドラマのように好転。とはならないけれど、悪化もしていません。それが何よりの好転なのかも。この話、どこに書いてもスルーされてたんです。こうやって読んでくれて反応してくれた今、本当に知人が呪縛から解き放たれた章のような気がする。本当にどうもありがとうございました。漫画の二人の霊能者って、本譜の有名な人かな。だったら漫画で読める日が来るな。962-963あたり、本譜のとある漫画家さんが書いてた二人組の霊能者、G さんと H さん。特筆すべきは、H さんがかなりの美女だったこと、そして漫画通り、G さんの女霊はエキセントリックだった。実は結構前の話なので、漫画化することはないと思う。が、あの二人は間違いなく本物。霊視や女霊の中で、どんどん点と点が結びついていく感じだった。
ネットで見つけた怖い話。第7276話、うちの家計6分の1。因縁、家計にまつわるオカルト13代目。遺伝、本家の家事編。835、本当にあった怖い話。2010年3月30日、日、20時36分。39、ID、EHWTHPN 幽霊。うちの家系もこの手の話にありがちな古い家系。うちの名字、と、家系図、などのキーワードでググると俺も知らないような PDF ドキュメントが出てきたりする。どこかの知らない人が勝手に研究しているらしい。では本題、まずうちの家系は非差別部落と間違われるほど同じ名字が密集している。俺自身も非差別部落じゃないのか？といろいろ調べたくらい。そしてケース的には男がダメになる。親戚が多すぎて本家、分家の関係が複雑なので俺から遡る形で書き込みます。まず父親4兄弟から、長男。会社経営者だったものの離婚そしてうつ病。次男。俺の父親、DV。プラス、離婚。今は父親と仲良しだよ。母親が決まるがい。三つお。生まれて1ヶ月で亡くなった。四男。ずっと三つおだと思ってた。親戚も、三つお坊って呼んでるし、嫁が坊信仰宗教。話が前後して申し訳ないが、ネット上でうちの土地がオカルトスポットとして有名。その内容も正しい。正しい。というのは俺や俺家族、俺の友人が体験していることと相違がないというほどの意味。祖父、脳梗塞半身不随。信仰宗教に眼切れし四男のその実態を知らず、祖母、祖父が亡くなった一週間のちに後追うように。俺にとっては母親、また彼女の父は某地区地域納税主体の天一企業の社長。出資者は俺の曽祖父、祖父の兄弟、アルコール中毒末期、戦死などなど。曽祖父、石炭関係の事業で成功。この財産で俺の父親の代まで食いつなげることができた。じゃまず長男から行く。837で書いたように会社経営者。しかし祖父と不仲。なんせ厳しい祖父だった。同じ敷地内。かなり広いです。の一角に居住する、古井戸の隣。同じ敷地内なので野望的な呼び方をしていた。EX。松の木、梅の木、手なぐ愛。長男の嫁と祖父は犬猿の中で長男も疲れたんだろうな。家を継がなければならないので土地から出ることは許されない。ある日からガリガリと壁を両手でかきむしるようになり、明らかに様子がおかしくなった。今思えば後継決まっただなか。事業に問題はない様子だった。そのままうつ病で入院、離婚。一家離散、娘息子もバラバラに、その会社を俺の父親が継ぐ。そして話は複雑なのだが復縁を、祖父は曽祖父が出資して成功した某企業に就職していた。つまり祖母の父親の会社ですね。しかし祖母の父親は出資者である祖父の父親つまり曽祖父に頭が上がらない状況だった。これはつい最近知った事実。結婚が先か出資が先かはよくわからない。で、俺の父親が会社を継ぐことになり、事業拡大とともに人員拡充。男ならわかると思うが小学生の時から近隣地区との縄張り争いってあるよね。駄菓子屋とかゲームセンターとかで。ここは俺らの縄張りだ。みたいなさだぶゆう。一人喧嘩の強い奴がいてどうしても勝てなかった。しかし中学に上がるとそいつと同級生になり、そいつの父親がうちの親父の社員ということが判明。そいつは急におとなしくなった。でもそいつも知れば良い奴なので仲間になったし、そいつの親父さんもすごくいい人だったんだ。社員旅行では社員。プラス、社員の家族ってことで時々俺も同行した。同級生がいたから楽しかったな。海で溺れて死にかけた時、そいつの親父が一人で俺を助けてくれたり。そんな時、
そいつの親父が癌で死亡、他の社員は農薬で自殺なんてのもあった。それは凄惨だったらしい。山を転げ回り、のたうち回り、苦しみの中で亡くなっていったとのこと。その自殺の場所に、幽霊が出る、とネット上で噂になっている。これは実際本当。俺もあの場所ではいろいろあった。信じたくないが幽霊っているのかな、と思う。その後の親父に関しては今は、まだ触れたくないので割愛。でもまあ仲良くはなったかな。そして三つを、生まれてすぐ亡くなったことはある程度大人になるまで知らなかった。本家の仏壇にはそれこそたくさんの家や位牌がある。その中でひときわ目立っていたのが三つをだ。何せ生まれて一ヶ月。すまん三ヶ月くらいだったかもしれん。で亡くなったわけで、家が赤ん坊。モノクロの家だが毛糸で編まれたニット帽をかぶっていて可愛かったのを覚えている。しかも何の思い込みかそのニット帽は薄い水色だと俺は思い込んでいた。だから小さい頃、あの水色の帽子の赤ちゃんは誰？と祖母に尋ねても一瞬困ったような素振りを見せ。〇〇くんだよ。としか答えてくれなかった。だから三つ男だと知ったのは俺が20代半ばになってから。そして四男。いわゆる三つ男坊。このおじさんはうちの家系では珍しくおっとりしている。とはいえ普通の家庭から見たら十分ドキュンだと思うが、俺は、このおじさん大好き。なんか可愛いんだよね。だからおじさんの娘。俺からしたらいとこ。たちやその子供もすごく可愛いてお小遣いをついついあげてしまう。お歳暮やお中元もこのおじさんには必ず送る。ただしお嫁さんが某信仰宗教。でも普段はめっちゃいい人。若い頃から俺は、家を出て一人暮らしだったから俺が入院したり、大病になると母親代わりで面倒見てくれた。俺にとって母親の祖母はその頃祖父の介護や身体も弱くなっていたこともあって迷惑かけれなかった。唯一この四男だけはまともかな。信仰宗教を除けば、酒の席で俺も全力で信仰宗教を卑下し、罵倒するのでおばさんとはよく険悪になったけどな W。今冷静に思うことが一つある。四男だけまとも、これってうちの家系のご本尊を拝まず、信仰宗教の本尊を拝んでいるからなのかな？とか思ったりするが、あまりにもオカルテな理論なので自分で無視している。ちなみにこのおばが最初にうちの土地で幽霊を見た。もう20年以上前かな。当然にちゃんもない。この幽霊の特徴がネット上の噂とドンピシャなんで。ああ、おばの言っていることは本当なんだなぁ。と妙に感心してしまった。そしておばの実家は某有名歴史家発祥の地。民間信仰も厚しく大規模なお祭りまである。後に知って驚いたのだがその某有名歴史家とうちの家系は繋がっていた。なぜ俺が、家系、について興味をいただいたかというと、祖父祖母、俺にとっての育ての親が同時期に亡くなった直後から実家に帰る機会が増え、親戚も集まり、いろいろな話を聞いたり妙な体験をすることになったからだ。それでこのスレに来た。なんだか盛り上がらずに申し訳ない。登場人物を一通り紹介するだけでこんなに大変なんだな。さて、そして祖父。先にも触れたが大戦後無事帰国。俺は、本当に可愛がられていたらしい。あの厳しい〇〇じいさんがお前だけには優しかった。と親戚中から聞く。俺からしたら十分厳しくて怖いじいちゃんだったけどな。普通に南部鉄瓶で頭引っ叩かれたりさ W。でもじいちゃんの話は面白かった。戦時中の話なんてすごくリアルで子供ながらに聞き入った。小さい頃から将棋も叩き込まれて、小学生の時にはすでに将棋クラブの先生を秒殺できる腕前を誇り。俺のせいで授業中止。将棋勝負になり俺がわざと負けるまで授業が始まらない、なんて昭和丸出しな時代。このじいちゃんは復員を検討をしていた。今でいうボクシング。左腕には墨入ってた。そういえば俺も左腕に墨が入っている。今気づいた。そして俺は、元ボクサー。まあじいちゃんの影響が強かったんだろうな。俺にとって、強い大人、の象徴だったんだろう。
蛇の食べ方とか野鳥の食べ方まで教わった。ベアグリルスのおじいちゃんはんみたいな感じだな。 W そんなじいちゃんは先の棒企業で働いていた。企業といっても戦後復興期から少し経ったあたり。家族的な感じだった。ばあちゃんも手伝ったり、四男の嫁もバイト代わりに内職もらったり、すべては曽祖父の出資からスタートしているから祖父家系と祖母家系のつながりは強固なもんだった。じいちゃんの妹がその企業の現社長だし、俺もどっちの親戚か区別がつかない人も多い。そんな元気丸出しの祖父が急に倒れた。祖父曰く、朝起きたら身体が動かなかった。とのこと、脳梗塞で病院へ。一命を取り留めたものの半身不随に、ばあちゃんは大変だったと思う。旦那は半身不随に、長男はうつ病で倒産で長男嫁とじいちゃん不仲。次男、俺の父、若手に無関心で、子供、俺、押し付けられ母親代わりをすることに。三男は死亡、四男は新興宗教の嫁を持ち、たびたび小さな衝突があったらしい。俺は、ばあちゃんが亡くなった後に知った。しかも俺は、中学あたりからドロドロの不良少年に変貌した。ばあちゃんごめんなさい。退院後もじいちゃんは一向にくじけなかった。尊敬するわ。戦争行った人は気合が違うよな。ある日秘密基地でじいちゃんにこんなことを聞いた。秘密基地とは敷地内の一角、小さな家屋だ。俺とじいちゃんしか入っちゃいけない決まりだった。まるまるばあちゃんにも言うなよ。うちの家系はいろいろあったんだよ。だからまだ死ねない。みたいなことを聞かされた。あの時俺は、何歳だったんだろう。8歳くらいだったのかな。その後じいちゃんは半身不随のまま宮大工に興味を抱き始めた。仏像を掘ったりもしていたかな。普通に考えて暴挙である。しかし倒れてから10年のちにはとある神社にとあるものを奉納した。俺は、ビビった。半身不随、いや普通の素人がそんなもん作れねえだろ。という代物。地元テレビ局が取材に来てたよ。これ以上詳細を伝えると俺特定されそうだから、そろそろぼかしていきます。その神社もまたネット上では、オカルト神社、扱いされていた。じいちゃんショックだろうなと思った。でそろそろ家系にまつわるオカルトに沿ったエピソードだな。よし。じいちゃんはとにかくご先祖様を大切にする人だった。普段は横柄かつ横暴だが、毎朝必ず仏壇に手を合わせ、いつも仏壇を気にしていた。言い忘れたが俺とじいちゃんは顔がそっくりだ。じいちゃんが亡くなった時、じいちゃんの昔の写真を親戚中で見ていた。俺は、びっくりしましたよ。だって顔が俺そのものなんだもの。歯医者さんでは、歯型が全く一緒、と言われた。そんな理由もあって可愛がられたのかな。そして祖父祖母がダブル既得状態になった頃、俺は、毎日実家に帰るようになった。それぞれ違う病院だからお見舞い行った後、本家で今後の話し合いみたいな。本来俺は、孫世代だから無関係なのだが、親父兄弟は先のありさま。俺は、会社経営10年目くらいで、弁も立ったから他の親戚にいろいろ頼られた。最悪俺が本家を継ぐ選択も考えていた。何せよ時はあるし、じいちゃんが妖精と掛け合って治外法権的な処置を取っている時もあった。その時の俺を支えてくれたのが現嫁、親兄弟や親兄弟嫁の誰よりも働いてくれた。その嫁がうちの本家に来た時、仏壇にある三男の写真を見て驚いていた。なんで〇〇、俺、の写真が仏壇にあるの？と真顔で尋ねてきた。親戚中笑いながら、なんで生きてるのに〇〇がいるんだよ W しかもモノクロ W。って雰囲気。しかしあるおばさんから驚愕の事実を聞くこととなる。俺がばあちゃんに預けられた頃、俺は、気管棒だったらしい。母親に何度か殺されかけたってのが大きかったんだろうな。大人を信用していなかったんだと思う。しかしばあちゃんだけには懐いていたそうな。そして小さい頃の俺は、水色以外のおべべを着ると猛烈に泣き出していたとのこと。その話を思い出すきっかけは祖父祖母逝去後、
親戚中で古いアルバムを漁っていた時の嫁の一言。〇〇は水色しか着ないんだね。みんなはいろんな服着ているのに。これで俺は、ハッとした、モノクロの写真に対して、水色の服、と断定してばあちゃんに尋ねていたことを。おそらく幼い頃の自分の記憶と、仏壇のニット帽の写真に対するイメージが混同しただけであろう。しかし親戚のあるおばから話を聞いた。今だから言うけどね、〇〇ばあさん。俺のばあさん。はまるまる。俺、のこと三尾の生まれ変わりだ。って言っていたらしい。俺は、初耳だ。当たり前か、ばあちゃんは三尾が亡くなったことに対してものすごい罪悪感とショックを抱えていたんだろうな。でも生まれ変わりなんて言ったら俺のアイデンティティに関わる問題なので俺には何も言わなかった。ちなみに母親に殺されかけた時助けてくれたのはばあちゃん。もう幼子が死ぬのが嫌だったんだろう。そのおばさんの話によると俺は、かなりハードな状況だったらしく、いつ死んでもおかしくなかったそうな。そんなわけで海の母親とは和解していない。何度か接触を受け入れ歩み寄ったが、あら大人の姿をした子供。母親でなくてただの女であった。話を戻します。もし俺が三尾の生まれ変わりだとしたら俺が三尾坊おじさんに抱くなんとも言えない愛情にガテンが行く。まあもうそうだよな W。ご支援くださる皆様、ありがとうございます。だらだらと申し訳ないです。家計にまつわる、の定義がゲシュタルト崩壊してきてしまいました。まあとにかくじいちゃんには、仏壇は大切にしろ、ご先祖様を敬え、と教育を受けた。小さい頃俺は、尋ねた。仏様にお願いしたら何でも助けてくれるの？と、じいちゃんの答えは NO だった。助けてもらうもんじゃねえ。感謝するもんだ。まあただ手合わせるとほっとすやーな。と少し照れた様子で語っていたのをはっきりと覚えている。そんな我が家系をたびたび襲うのが火事だ。まずは俺が物心つくかつかないか頃の話。突如仏壇から出火、部屋中に引火する勢い、じいちゃんは周りの静止を振り切り仏前突入。素手で素でした。じいちゃん入院レベルの大火傷。その後ばあちゃん鬼の様相で叱りつけていた。あれは半身不随の前かとか覚えていない。そして二度目の火事。これは、はっきりと覚えている。じいちゃんは寝たきり状態に加え気泡も進行していた。会話ができない状態。漫画とかでよくある。飯まだか？とかそういうレベルじゃない。もう会話ができない。発音がやっと。でも時々笑ったりはする。結局じいちゃんは亡くなるまでに二度だけ正気に戻る。二度目の火事はその貴重な一回目であった。俺は、土地を離れ坊都市で会社を営んでいた。高度成長期はとっくに終焉を迎え、やたら横文字の食料が増えた時期といえば差しがつくと思う。起業当初は食べるのに必死で実家に帰ることはほとんどなかった。正月すら帰らない。たまーにばあちゃんと電話するくらいだが。元気？ああ元気だよ。くらい、もっと話しておけばよかったと心底後悔している。余談だがみんなも親御さんは大切にしていただきたい。いつか急になくなるもんだ。でそんな黎明期の心に余裕がない時期、お盆に海へ出かけた。その頃は仕事の合間を縫ってサーフィンばかりしていたんだ。その日も一人で海へ出かけクタクタになるまで楽しんだ5キロに着く予定であった。波のリリアルやつはわかると思うが会場があった後は猛烈に腹が減る。いつもなら馴染みの定食屋で速攻ご飯をかき込むところ。しかしその日はふっとばあちゃんを思い出した。会場があったのが7時くらいかな。ばあちゃんは起きているはず、と久々に電話をした。携帯から本家電話。ばあちゃん、元気？腹減ったから飯作ってくれ。生姜焼きが食べたい。俺は、ばあちゃんの生姜焼きが大好物。ばあちゃんが亡くなる直前まで、生姜焼きが食べたいから死ぬな、と意味不明のダダをつくねた。さて、海から本家へは2時間以上かかる。ばあちゃんは驚いていた。本当に来るのか？と。
空腹を答えながら車で本家へ向かう。日差しが強い8月。肌は赤く日焼けしていた。そして無事本家に到着。実はそこで、ああお盆だ、と実感したんだよね。なぜなら仏間が解放され、仏壇に装飾が施されていたから、お供え物もたくさんあって、提灯も出ていてお祭りみたいだった。でも妙な違和感があった。そう、じいちゃんの指導により何があってもお盆だけは一族郎党本家に集合するのが習わし。しかしその年に限って誰も集まっていなかった。じいちゃんも寝たきりだし地方は進行しているわで、全員が、もういいや、って思ったんだと思う。じいちゃんの教育により若くして新人深かった俺は、一人線香を挙げ手を合わせた。そして親父やおじに電話した。久しぶりに本家に来た。今日お盆だろ、なんで来ないの？って感じで、みんな返答は同じだった。今年は行かない。って、歩いて5分くらいの距離なのに。なんか悲しかったのを覚えている。そんなことをしているうちに生姜焼きが出来上がったのでがっついた。日焼けで身体はヒリヒリしているし、久々の本家で妙な解放感を覚え、上半身裸でガツガツ食べていたんだよね。そうしたらすりガラス越しに人影が見えた。誰かが庭をうろちょろしている。なんだ？結局誰か親戚が来たのかな、と思った。しかし一向に玄関に入ってこない。相変わらずうろちょろしている。明らかに不審者だ。先に触れたがその頃は、まだボクシングをやめて間もない頃。筋骨悠々な俺は、腕伏しには自信があった。ばあちゃんに何かあったら大変だ。そう思っていた矢先、だんだん。そいつは猛烈な勢いで玄関を叩き始めた。ばあちゃんも驚いている。完全にやからだと俺は、認識し、玄関へ踊り出て叫んだ。てめえ何のつもりだこら。相手は当時の俺と同い年くらいかな。よく見ると制服を着用していた。見覚えのある制服。そう、本家の敷地を挟んだ向かいの某ショップ店員だった。そのショップは寝室に当たり地明けに苦労したという。そのショップチェーンのオーナーが直々にうちのじいちゃんのところへ来て何とかしてほしいと懇願。基本的に情に厚しいじいちゃんはそのオーナーの心意気を買って、周りの地権者を説得し自分の土地部分はただ同然で提供したらしい。その代わりある約束をそのオーナーと交わしたらしいがそれはまたの機会に、そんな経緯を瞬時に思い出した。相手の兄ちゃんは言った。違うんです。ほら、と妙後日の方向を指さしている。その方向を見た。するととんでもないことになっていた。母屋の隣の建物がゴーゴーとどでかい火柱を上げて燃え持っている。あの、秘密基地、の近くでもある。俺は、慌てて飛び出し、庭の水道を全開にしホースを持って駆け寄った。それと同時に真っ先におじへ電話。おじは当時地域の消防団だった。これも地域の習わしでうちの家系が必ずやらなければならない。真面目なおじはその役を押し付けられていた。おじさんやばい。本家が燃えてる。早く来てくれ。あと消防車も。そして俺は、一人で鎮火作業に励んだが全く歯が立たない。バケツ作戦に切り替えた。こちらの方が幾分効果的であったが被害が拡散し、母屋に燃え移るのは、まさに火を見るより明らかであった。また作戦を切り替え、ホースの水を母屋に浴びせまくった。炎症を防ぐことを第一とした。そうこうしているうちには死後車2台と上空にはヘリコプター2台、大変なことになっていた。制服の青年も手伝ってくれているうちにまずは消防署が到着。しかしどんくさい。放水車はなかなか機能しないで。あれ？とか言ってるし、足元悪くてこけて俺に捕まるし邪魔しかしなかった W。そしておじさん率いる地域消防団到着。消防署員から放水車を奪いあっという間に放水。俺は、相変わらず最前線で鎮火活動。救急隊員も到着し、俺は、後ろから羽がいじめにされた。である。君、
ものすごい火傷だぞ。下がりなさい。サーフィンの日焼けっす。紛らわしくてすみません。このやりとりは我ながら笑った。上半身裸のままだったのだ。次々と一族が集まってきた。全員で消火活動。最初に記載した通り同じ名字が密集している我が一族。有事の際の団結は半端ではない。上空ではヘリコプターが周回しながらバリバリと音を立てる。一族は必死で鎮火作業。消防署員はパニック。本当にカオスであったが無事鎮火した。母屋の隣接部分は黒く焦げ、炎症一歩手前だったと思う。その後事情聴取。原因はばあちゃんの火の不始末だった。椎茸栽培の木に蜂ガスを作ったとのことで新聞紙に火をつけ煙でいぶして追い出していたらしい。そんな時に俺が到着、お腹減ってはかわいそうと思ったのだろう。そちらに意識が行き、新聞紙を放置、結局制服の青年に非礼を詫び、お礼を申し上げ、消防署員や救急隊員の方々にも、お詫びとお礼を申し上げる形で事態は収拾。気づけば一族老頭全員集合と相なった。全員で仏間に集合し、口々にばあちゃんを責めたり、母屋に移らなくてよかったと感想を漏らしたり、騒がしい時間が過ぎようとしていたその刹那。こらー、じいちゃんが杖も使わずすっくとに大立ちしている。半身不随に地方症、移動は他者の力を借りての車椅子のはずなのに。おんめいら、ボンだってのに今さらがん首揃えてどういう要件だこらー。返す刀でばあちゃんに。おんめいは、昔っから注意が足りねえ。家も屋敷か、全員ポカーンである。じいちゃんが正気だったのは1分程度だったと思う。すぐに座り込みいつものじいちゃんに戻った。俺は、じいちゃんを介護用ベッドまで運んだ。心なししかじいちゃんはほっとした表情を浮かべていたと思う。ここで全員気がついたこと、結局例年通り一族老頭全員が顔を揃えたのである。この時ばかりは全員反省していた。お盆に集まらなかったから曽祖父が怒ったのよ。手な具合、長く続く家系とはいえ、いろいろな意味で一族が食べていけるので曽祖父のおかげ、みんなそれを忘れていたのかな。もしも俺がばあちゃんに、生姜焼きが食べたい、と伝えていなければ火事は起こらなかっただろう。今となっては良かったのか悪かったのかはわからない。その後夜深くまでみんなで飲んだ。油の鳴き声、風鈴の音、畳の匂いが心地よいあるお盆の思い出です。本家の火事編、量、おつ。やけどと日焼けのやりとりではろた、わら、家っていうか、仏壇。やっぱりご先祖中心に回ってる家みたいな感じがするね。じい様が正気に戻ったのもご先祖関連だし。882。ありがとうございます。あれは自分で笑いました W。祖母祖父の死後、仏壇も大部分割されました。祖母祖父の位牌及び仏壇が現在参加ところにそれぞれあります。それをダメだ、というお坊さんもいれば、構わないというお坊さんもいらっしゃいました。実際どうなのでしょう。今別の話をまとめています。うちの家系、6分の2。に続く。ネットで見つけた怖い話。第7277話、うちの家系6分の2。じいちゃん最後の正気編、それから5年は経過した頃かな。地域でお祭りがあった。毎年あるんだけどさ。そのお祭りのルールはシンプル。前述した神社に奉納されているあるものを地域の子供が全員で運び、地域を回るというもの。もともとその神社浜る市のある有名人ものとゆかりがあると言われている。神社名を見れば納得すると思う。これもググると出てきたので、これ以上詳細は書けません。しかしその奉納ものは扱いも管理も難しい。歴史的に見て保護されるべきものだ。そこでうちのじいちゃんがあるものを作り奉納した。結構前に書き込んだ通り、それ以降は本当の奉納ものは格納したまま、じいちゃん作のあるものを子供たちが運び地域を回るルールに変更。
最終的に本家がゴール。そこでじいちゃんに挨拶をして、みんなでご飯やお菓子を食べるんだ。子供たちは意味不だよね。車椅子の地方老人に挨拶するんだから。地域の人は昔のじいちゃんを知ってるから色々と優しい言葉をかけてくれる。じいちゃんが亡くなる最後の年のお祭り、なぜか俺も手伝いに行っていた。どのような経緯だったかは覚えていない。本家で待っていると遠くから祭り林と子供たちの声が聞こえてくる。こちらに向かってきている。俺は、車椅子のじいちゃんを庭にセット、そしてスタンバイ。お菓子やご飯も用意。お赤飯と決まっていた。お赤飯を炊いたのは現嫁。子供たち本家に到着。お菓子にもそんなに喜ばない。なんつうか用意したお菓子が古いんだろう W。ここ数年でジャンクフードも田舎に増えたし、子供の舌が肥えたんだろうな。当然お赤飯にも誰も手をつけなかった。俺は、ちょっと悲しかったな。現嫁に申し訳ないと思ったし、保護者の片方が気を使って、私いただきます。〇〇ちゃんも食べなさい。なんてちょっと変な空気になった。俺は、現嫁に目で合図をして、いえいえ無理しないでください。ママの料理の方がいいよね僕。なんてごまかしていた。すると気配を感じた。じいちゃんが仁王立ちして、歩き出した。そして地域の大人たちに頭を下げ、毎年ありがとうございます。という内容の言葉をかけ握手までしている。そしてひときわ大きな声で地域の子供たちに声をかけた。〇〇祭りはあの歴史があり、皆の健康をお祈りしているんだよ。ご飯が食べられることを〇〇用に感謝しなさい。現嫁超びっくり。驚愕。え?って感じ。俺は、あの夏を思い出した。今思えば神仏どちらを信仰していたのかは不明。神棚もあったしな。すると子供たちは、いただきます。と言ってお赤飯や煮物を平らげた。じいちゃんはニコニコしていた。それがじいちゃん最後の正気でした。じいちゃん最後の正気編、よう。じいちゃん仮装編。そんなじいちゃんが亡くなった。容体が悪化してからは本家を離れ入院生活を送っていた。一度見舞いに行ったがそれ以降は行っていない。あまりの変わり果てた姿に我慢ができなかった。ただ呼吸をしているだけ。当然俺が誰かもわからないし、発声もできない。既得が知らされてから初めて見舞いに行ったんだ。もう長くないな。誰もがそう思った。俺は、社員に事情を伝え地元のホテルに泊まり込む生活が続いた。現嫁も一緒。昔からの友人が次々とホテルに見舞いに来てくれた。俺が祖父祖母に育てられたことを知っているし、イケイケのじいちゃんだったから地元では有名だった。ホテルにはレストランもラウンジもあるし、気が紛れた。内心は気が気じゃない。ある日、部屋に戻り嫁と何をするわけでもなくぼーっとしていた。うとうとしてきたなぁと思ったその瞬間、まるまる、と俺を呼ぶじいちゃんの声が。俺は、うわ、と声を上げた。現嫁、どうしたの、俺。え?今俺のこと呼んだ?ありがちな展開で申し訳ないが事実なんだ。その瞬間携帯が鳴る、親父だった、俺。死んだか。親父。よくわかったな。俺、今俺の名前叫んでたよ。親父、疲れてるだけだ。それからは早かった。葬儀の段取りやら何やら、あの頃は一族が疲れ切っていた。何せ祖父祖母両方既得なのだ。全員仕事もままならない、じいちゃんの亡骸は本家移動。すぐさま防腐処理。そして皆も知っている運びで通夜、葬式だ。出棺の際、親父が声を上げて子供のように泣きじゃくっていたのが俺の胸を深くえぐった。葬儀屋さんと打ち合わせの最中、こんな話が出た。棺に入れられるものは燃えるものだけです。金属などはダメです。と。燃やしきることができないからだ。しかし、硬化だけは構わないとのことだった。聞けば燃え残った硬化をお守りとして取っておく風習があるとのこと。俺は迷わず本家にあった小銭入れ、
ばあちゃんが富士であんだかごに入っている。お片手でごそっとつかみ、棺に入れた。大人が片手で目いっぱいつかむくらいだから50枚くらい。告別式が終わり火葬場へ。火葬の最中はお茶飲んだりおにぎり食べたりしていた。じいちゃんを焼いているっていう実感がなかった。そして火葬場の方からアナウンスがあり、骨壺に骨を入れる作業？あの箸で持つやつ。生まれて初めてだった。箸と箸で物を持っちゃいけない。リアルに体感した。骨を移動している最中に思い出した。あれ？効果はどうなった？係の人に尋ねる。ああ、だいぶ燃えてしまってますね。残ることは結構少ないんですよ。言ってることが違うじゃないか、と思った。あ、ありました。残ってます。残った硬貨は5円玉1枚。あとは黒焦げになって変形していたりして原型を見ていなかった。すかさず俺は、それを受け取った。あんなに入れても1枚しか残らないのか。もっと入れておけばよかった。そう思った。そして火葬場から葬儀場に戻る車の中で、何気なく5円玉を見た。綺麗に焼け残っている。そして気がついた。その5円玉の、昭和〇〇年、俺の生まれ年だった。俺は、すぐお坊さんに事情を話した。お坊さんは、ヘリのあるものです。大切にしなさい。そう言ってお守りっぽい巾着袋をくださった。その5円玉は今でもその巾着袋に入れて自宅の仏壇に置いてある。そしてこの巾着袋の中身は後にもう1枚増えることとなる。それはまたの機会に。じいちゃん仮装編。よう。ばあちゃん仮装編。じいちゃんが亡くなった数日後、後を追うようにばあちゃんも旅立った。親戚の中でも人の死を多く目のあたりにしている長老組は口々に漏らした。まるまるばあさんを連れて行かなきゃいいけど、その頃のばあちゃんの容態はやばかった。最初は単なる胃潰瘍程度という診断だった。しかし問題は持病の心臓。ばあちゃんは心臓が悪かった。亡くなった皇室的立て帳にも、お母さんの心臓は多分良くない、との式が残っていた。その病院はヤブ医者で有名。俺も過去その病院の悪態っぷりに激怒したことがある。心配になった親戚は俺に相談してきた。病院移した方がいいかな。って、確かに俺の知人には権威ある先生もいた。しかし毎日誰かが顔を出せる、つまり地元の病院に置いておくのが良いだろう、と思った。すぐ退院できると思っていたんだ。ばあちゃんも、早く退院したいなぁ。俺、大丈夫だよ、退院したら温泉行こうぜ。ってな感じだった。実はそれどころではない。前述の通り俺のじいちゃんが亡くなったのだから。俺たちはばあちゃんが落ち込むのを恐れ、じいちゃんの死は伏せていた。しかし容態は急変。担当医は、うちでは手に負えません。と。もっと大きな病院にいそう。なんでこんなになるまで放っておいた。ヤブで有名な医者は怒られていた。やっぱり移送しておくべきだった。激しく後悔した。その後はしばらく安定していたのだが、次々と異変が起き、お医者さんも諦めモードだった。集中治療室で話をした時には気泡も進んでいた。悲しかった。吹き返した。やっぱりダメだ。が何回続いただろう。毎日病院へ行った。じいちゃんに引き続きである。親族も疲れていた。そしてある日、今日は誰が泊まる？という話になり結局長男が泊まった。俺は、自宅に戻り、自宅近所のバーで酒を煽った。疲れていたんだろう。酒に強いはずがあっという間に酔っ払った。自宅で現嫁と眠りについた。現嫁も相当疲れたと思う。結婚しているわけでもないのに毎日俺とお見舞い。仕事を休んで葬式の手伝いやらなんやらで大変だったと思う。ありがとう。で、いつものパターン。まるまるちゃん。俺、お母さん苦しい。すぐ病院に来て。はっと目が覚めた。嫁も飛び起きた。んで、じいちゃんと同じく親父から電話。俺、ああ、わかってるよ。親父、またか。酒が入っているため、
すぐには行かなかった。昼まで仮眠を取り、本慶。つい先日じいちゃんが亡くなったばかり、もう手慣れている。小銭を入れる時も確信犯で昭和丸々年生まれを3枚ほど仕込んだ。燃え残った話は親戚の中で有名になっていたので皆自分の生まれ年の硬貨を用意し棺に入れていた。お坊さんの都合、葬儀場の都合でばあちゃんの場合結構長く本家にいた。その間見張りじゃないけど線香を絶やさないように泊まり込むのは俺の役目。WITH 現嫁、深夜ばあちゃんの足音を二人で何度も聞いた。そして通夜や告別式を終えて火葬場へ。しかし俺は、ばあちゃんが骨になるのをどうしても見ることができず、親戚にその旨を伝えた。おじさん連中に大罵倒を食らった。珍しく親父が俺を膝知った。こいつは俺が苦労かけた。こいつにとっては辛いことだから勘弁してやってくれ。って、しかし昔気質なおじさんや地元の親友に説得され火葬場へ行った。決心するまで3日かかった。一生後悔する、と思ったんだ。火葬場ではじいちゃんと全く同じ段取り。皆硬貨が気になっていた。残ったのは3枚。すべて昭和丸々年。またもや俺の生まれ年だけだった。俺は、猛烈に泣いた。思い出すと今でも泣けてくる。本当にばあちゃんには迷惑をかけた。書いていて涙が出てくる。そして気づいたら不思議な。ヘリ。感じました。じいちゃんが亡くなったのが7月11日、ばあちゃんが亡くなったのが7月の25日。俺の誕生日は昭和丸7年11月25日。そして三尾の誕生日は昭和25年11月丸なのか。まあ偶然だろうけどな。生年月日は2ちゃんなので仮のため、辻褄が合いませんがご容赦を、ばあちゃん仮想編。よう。うちの家系。6分の3。に続く。ネットで見つけた怖い話。第7278話、うちの家系6分の3。いい話だねー。今のところ家系っていうか家庭のオカルトって感じだけど、まだまだいろいろありそうなんで期待。901、ご支援ありがとうございます。おっしゃる通りそこが問題なんです。途中で、あれ?家計の問題か?と自分でも思いました W。すみません。いちいち支援とかってレスする必要あるのか?ただでさえ残り少ないのにみんながみんな無駄なレス増やしてどうすんの?そしてそのレスは自分も目立ちたいっていうだけのもんだろ。ID。6JUSD0AG0 はそんなこと頼んでもいないし。このスレの頭からなら何も言わねえけど今それ本当に必要かよ?ついでに突っ込むとお前さん起用した社長だろ?平日の夜から朝方まで何にちゃんしてんだよ。わら、ついでに俺を雇ってください。スムーズに投稿するには連投規制を回避する必要があります。なるほど、そのためにだったかよ。自分が無知でございました。申し訳ありませんでした。50年のむっときます。9033。おはようございます。皆様のご支援は精神的にもありがたいですし、連続投稿規制を考慮いたしますと実務的にもありがたい限りです。お気遣いありがとうございます。起用したのはもう10年以上も前です。平日の夜から朝方まで何にちゃんしてんだよ。わら。ごもっとも W。昨日は久々にお休みをいただきましたので、にちゃんと読書とブログと期末へ向けての準備を並行進捗しておりました。で、結局この時間です W。このまま出社ですよ。最後の一行笑うから W ありがとうございます。残った硬貨の粘土だけ熱に強い金属の混ぜ物になってた。なんてことないだろうし不思議な話だね。自分の祖父母みんな他界してて4人とも棺に硬貨入れてたはずだけど。燃え残った硬貨をもらったのは一度きり。でももらってない時も多少残ってた気がする。火葬場によって温度と時間って違ったりするもんなんだろうか。ちなみにもらったお金は罰当たりなことになくしちゃいました。子供の頃だったしもしかしたら使ってしまったかも。ところで数字の奇妙な一致って世界中にあるよね。
大半は偶然かもしれないけどどこかにオカルトな式がありそう。占いも絡みそうな感じ。実家の家事編読み終えてから寝ちゃったんだけど、続き書いてたんだね、おつ。そしてこんな期末の平日に無理すんな、わら。仮想の棺に硬貨を入れるのって、宗教関係なしなのかな？神道式仏教式どっちの葬儀にも出たけど、両方入れてたような気がする。お昼休みですよ。出社したらだいぶ仕事が片付いていて助かりました。会社と自宅が同じビルなのですが、一時帰宅。なぜなら新しくできたラーメン屋に足を運んだらクソまずくて2口ほどで食べる気失せてしましました。メディア露出していたので期待していたのにがっかりです。店員さんに申し訳ないので給料があるふりをして遁走してきました W。907、温度とかはどうなんですかね？おそらく年代が進むにつれ高温処理できる技術革新があるとは思いますが。ちなみに907さんのレスで一つエピソードを思い出しました。まとめたら投下いたします。908、お疲れ様です。拙い文章か伝えして盛り上がりのかける長文にもかかわらず目を通していただいて嬉しい限りです。期末で忙しいのは実は初旬から半ばなんですよね。いろいろ調整が必要なので。あとは納税までの2ヶ月後くらいがピークです。ちなみに宗教のことはあまりよくわかりません。同じ仮想場で神道式のご家族がいらっしゃいましたが、我々仏教と違い神主さんが葉っぱのようなものをフリフリしておりました。七輪祭りなんかで見かけるやつですね。棺桶やかま？は全く同じ仕様でした。一気に読んでしまった。いろいろなところに先祖の意志のようなものを感じるなぁ。おじいちゃんがすごすぎる。お祭りの時って、おじいちゃんが正気を取り戻したっていうより、おみこしに乗っていた神様が一瞬体を借りたのかな？と思いました。今もそのお祭りは続いているんですよね？お父様世代の方がおじい様の代わりを務めているんでしょうか？新聞の海岸にて、907さんのレスで思い出したエピソード、すれ地かもしれませんが、元をたどれば家系話ということでご容赦いただければ幸いです。祖父祖母が亡くなって間もなく夏がやってきました。私は、夏が大好きで休暇が取れれば海沿いをあてもなく波乗りりしながら泊まり歩いたりします。しかしその年は新聞ということもあり、長旅は控えました。また私や友人たちでお金を出し合い、赤字でもいいや、というノリで海の家を出したりもしています。その時のお話。防海水浴場に私や仲間、後輩と遊びに行くことになりました。私は、じいちゃんばあちゃんにも海を見せてあげたくて、二人が残してくれた五円玉が入ったお守り袋を持って出かけました。海水浴場といっても近くに観光名所があり水着になるわけではありません。ハーフパンツにスニーカー、それに T シャツといった出たち、私は、お守り袋を落とさないように手首に通す形で観光しておりました。出店の名物を食べたり、土産品を漁ったり、ぼーっと海を眺めたり。現地でも仲間と合流し、そろそろ帰ろうという話になりました。お守りは手首に通したままポッケに手を突っ込んでいるのが基本姿勢。帰りは私が運転しました。ぼーっとしにみんなで戻った後、鉄板焼き屋へ。海鮮やら肉やらをダイナミックに焼けるお店でバーベキュー気分を味わおうとしていたのかな。夏のビールは格別にうまい。海沿いを歩いてほてった身体にはなおさらです。そこで私は、気がついた。お守り袋がない。友人たちは私の事情をすべて知っていたので、海に戻って探そう、と提案してくれました。しかしお酒も入っているし、何より皆の楽しい空気を壊したくなかった。平成を装って、いいよいいよ、明日探しに行くから、と返答。そしてちょっと席を離れ、袋をくれたお坊さんに慌てて電話をした。事情を説明したところ、お坊さんはおっしゃった。焼け残ったのも減り、離れたのも減り、すべては減り、と。愛情ある言葉なのでしょうが、受け入れられるわけがない。どっかで安心したかったのかな。
同じ宗派の別のお坊さんに電話をした。昔の彼女の親父さん、直接は気まずくて話せないので元カノにそれとなく聞いてみた。元カノは、ひょっとして事故の寝台割りになってくれたんじゃない？とよくある回答で俺を慰めようとしてくれた。内心穏やかじゃなかったが店内に戻りしこたま酒を飲んだ。そして次の日朝一番に一人で海まで車を飛ばした。冷静に考えればあの日の行動範囲は広い。海岸沿いか、土産物屋か、遊歩道か、駐車場かなどなど探すところがたくさんあった。ひとまず昨日と同じ駐車場に車を止めた。さて、どこから探すかな。と思っていたその時風鈴の音がした。透き通った綺麗な音色だった。なんとなくその方向に歩いていくと昨日は気づかなかったお地蔵様が並んでいた。観光客で埋もれていたのであろう。俺は、すぐばあちゃんを思い出した。ばあちゃんは地域のお墓、と言ってもほとんどがうちの一族。墓石には同じ名字がずらーっと並んでいる。その入り口にお地蔵様がいる。そのお地蔵様の帽子を数十年間編んでいたのがうちのばあちゃん。少しでも色がくすむと、鮮やかな毛糸ですぐさま帽子を編んで交換していた。三つ尾が被っていたものと同じ仕様だね。話を戻して海沿いのお地蔵様。真っ赤で綺麗な帽子を被っており、お供え物もたくさんあった。観光客が色々とお供えしていくんだろう、と、そのお供え物の中に俺のお守り袋があった。本当にびっくりした。あの行動範囲をすべて探すつもりだったので、最悪一泊することも考えていたからだ。すぐさまお地蔵用にお礼を言い、お坊さんに電話をかけ、見つかったことをお伝えした。お坊さんはおっしゃった。焼け残ったのも減り、離れたのも減り、再会したのも減り、すべては減り、大切にしなさい。別々の病院で息を引き取ったじいちゃんばあちゃん。二人っきりで海を見たかったのかな。新聞の海岸にて、よう。うちの家系、六分の四、に続く。ネットで見つけた怖い話。第7279話、うちの家系六分の四。ヘビトイド、必死にうちの家系の共通点を探すと、ヘビ、というキーワードが出てきた。そもそも先に説明した通り、地域がほとんど同じ名字、親戚密集のため、地域、イコール、家系という図式でも問題なしような気がしてくる。まず、うちの地域には3種類しか名字がない。9割は俺と同じ名字、残りの1割を2種類の名字で分け合う形。そのうち片方は親類、片方は親類関係ではない。なぜ、蛇、か、思い出したことを片っ端から書いていく。本家の敷地には井戸が3つあった。1つは枯れ井戸。1つは水がわずかに枠が大きな石で蓋がなされ、その横に石碑があった。近くには小さな鳥居と稲荷さんもあった記憶が。最後の1つは養成指導が入るまでは飲料水としても利用していた。その枯れ井戸は簡単なバリケードのようなもので囲われており、厳重に蓋がされていた。近寄っちゃいけない、と言われると近寄るのが子供の常、地域の友達との探検スポットになっていた。そのうちバリケードを突破し、蓋を開けようと試みた。しかし蓋は厳重そのもので何重にも施されていた。こっそりバリケードを突破しては少しずつ蓋を開けていった。1ヶ月くらいかかったと思う。ある日小井戸の蓋がずれていることが大人たちにバレてめちゃくちゃに叱られた。そして翌日には作業着の男性数人と祈祷師のような方が本家にやってきた。小井戸に関わった俺と俺の友達、その親御さんは立ち会わなければならなかったんだ。子供の力では手こずった蓋も作業着のおじさんたちがバールのようなものを使うと簡単に開いた。石と木の蓋で30だったと記憶している。順番は下から木、石、石だ。その最後の木蓋を外したとき、作業着のおじさんたちは、うわ、と声を上げた。木蓋の裏には大量のお札。後から知ったのだが作業着のおじさんたちは蛇駆除の専門家だった。
単に、蛇を駆除してくれ、と呼ばれたのだろう。そして祈祷師のような人はお札に関しての専門家的立場だったのかな。なぜ蛇駆除か？答えはすぐにわかった。小井戸の底には大量の蛇。マムシだと聞いた。何匹いただろうか。軽く20匹はいたと思う。うなぎの養殖をザルにあげたようなビジュアルだった。地面が見えないほどの密集率。祈祷師は何やら養殖の糸のようなものをあげ。作業着のおじさんたちは長い棒の先に金属がついた駆除専用の道具を使用して次々とマムシを捕獲していた。気持ち悪かった。マムシは網袋に次々と捕獲され、軽トラックに積まれてどこかへ行った。その後本家に敵投資が2時間くらいじいちゃんたちと何かをしていた。俺は、ことの大きさに後悔して泣いた。それから数日後、大きな石で蓋がされている井戸もきれいさっぱり解体された。一度だけその井戸を覗いたことがあるのだが、かなり深く、わずかに水が湧いていた。本家の敷地はかなり広いと前述したが、敷地と坑道が微妙に混じっている箇所があった。ちょうどその箇所にその井戸はあった。うちがその井戸を解体した途端妖精がやってきて、ここは坑道だ、と主張し、道路整備され今では坑道に、本家が建てた石碑とは違う真新しい石碑が残っているだけだ。後から聞くと坑道にしても石碑だけは建て直す。この条件でじいちゃんは話を飲んだらしい。ちなみに石碑は本家の費用で建てた。じいちゃんは怒っていた。行政は勝手だって。ことがすみゃ、何でも道路にしちまう。と言っていた。そして秘密基地で聞いた。戦後間もない頃、その井戸は貴重な水源だったらしい。しかし幼子がその井戸に落ちて亡くなった。さすがに飲み水として使えないわ。と俺は、思ったが戦後間もないこともあり、地域の人間はそれでも使用していたんだって。生きるためだから仕方ないのかな。しかし次々と病に倒れる人間が続出。夜には子供の泣き声も、というわけで本家管轄になり、石碑を建てたんだって。そして新たな水源確保のため井戸を二つ掘った。一つは養生指導が入るまで使用されていた井戸、以前触れた長男家の横の井戸だね。もう一つが例のマムシ井戸。マムシ井戸はすぐに水が枯れれたらしい。なんでかはよくわからないが小井戸は不吉なものらしくお札で封印したんだと。なぜ井戸の中にマムシがいることを知っており作業着のおじさんたちを召集したかは今でも謎。蛇単体の話はまだまだあるのだが、長くなるのでここで蛇と井戸、両オカルト家計をめぐる不思議な話835。家計をめぐる薄れより誘導されてまいりました。まずは2ちゃん書き込みに不慣れな部分があり、不快な思いをさせてしまった住人様大変失礼いたしました。スレの風紀を乱してしまったことをお詫び申し上げます。そしてわざわざ専用スレ立て恐縮です。アクセス規制により遅くなりましたが取り急ぎお詫び、お礼まで。農道にて、そもそも俺がオカルトいた、家計にまつわるを覗きに来たきっかけはネット。セオの観点から自社をいろんなキーワードで検索して確認していたとき、一族の土地が、オカルトスポット、として有名だったこと。戦術の通り、うちの一族の場合家計、イコール、土地という概念が色濃く残っており、すれ地かもしれないが投下させていただいたのがきっかけである。案の定、専用すれまで立てていただいて申し訳ない。さて、私にとっては通り慣れたいつもの道。オカルト好きにとっては恐怖の道、ある一本の農道についてのお話です。これは長くなると思います。アクセス規制の間にまとめておきました。ネット上ではこう書かれていた。武者の霊が出る。甲冑の金属音がする。と。これは近いようで遠い。正体は違うのだ。そもそも私は、いわゆる、霊の正体はそう遠くない未来に解明されると踏んでいる。今現在100円ライターにて着火することに対して誰も驚かないし、恐れをなさない。科学的根拠により仕組みを理解しているからだ。しかし、1000年前に100円ライターを使用すれば、魔術だ、
トイフの対象になり得ると思う。個人的には、霊の正体は電磁波などが脳に与える影響による、幻覚現象の類だと思っている。だが、光の反射により脳が物を視認するように、何らかの外的要因にて、霊と言われるものが脳が確認したのであれば、それは、存在すると言ってもいいのかもな。それを踏まえて聞いていただきたいです。その脳動は本家添いではない。分家が点在するエリアにある。細く長い一本道、この一本道では数々の人間を巻き込んでしまった。この話をするだけで被害に遭った友人もいる。俺も書くのに少し戸惑ったが頑張る。その一本道、右手は田園、左手は竹林や山林。これを順手とする。逆から通れば当然右手左手の景観は入れ替わる。これを楽手とする。幼い頃から利用し慣れた道とはいえ、じいちゃんばあちゃんから言われていることがあった。逆手では通るな。ではどうやって戻ってくるか。実はその一本道には平行してもう一本の道がある。田園を挟んでその道は並走している。不思議ともう一本の道に関しては順手、逆手の概念はなかった。まあ一度変なものを見たが、そっちはそっちで稲荷や鳥や墓地や防空壕が点在しているので色々あるのかもね。九段の一本道。一番最初は地元友人グループと深夜に遊んでいた時に起こった。四輪免許を取得できる年齢に差し掛かると生まれつきの早い奴がヒーローとなる。皆も経験しているんじゃないかな。そして俺らの仲間にも当然4月生まれの奴がいて、当然いち早く免許を取得した。その晩、九段の一本道を、順手、二手通った時が最初のきっかけかな。みんなで車に乗り込み、順手、二手その道を進み、地域を一周する程度のドライブ。全員は乗り込めないので二班に分かれるイメージかな。二班の俺らが待っていると一班が戻ってきた。何やら騒がしい。ドライブで浮かれているのだろうと思ったが違った。話を聞くと一本道の途中、めっちゃくちゃに窓を叩かれたらしい。手形らしきものはない。俺は、誰かのいたずらだろうと思った。よくあるでしょ。怖がらせるために暗い道で窓叩いたりするやつが、気にもめずに反応。俺が助手席。運転手は同じ人間。後部座席中央にもう一人の計三人、一本道を、順手、二手通った。友人が運転をしている、大人になった気分だよね。そして一本道の途中、だん、本当に叩かれた。不思議なことに、その音はどう考えても左前方、つまり助手席の窓かフロントガラスの左側。叩けるのは俺しかいない。が、当然叩いていない。後部座席の友人は俺の仕業だと思いゲラゲラ笑っていた。運転手の友人は顔が引きつっていた。この友人は遠い親戚にあたり自宅の裏にある神社がある。その神社を代々担当していろいろ手入れなんかをしていた。でも神主や巫女ってわけじゃない。ただ掃除したり、お参りしたり、とかそんなレベル。背景は知らん。俺は、そんなにビビっていなかった。幼い頃からこすり込まれた。順手なら大丈夫。って信じていた。子供ってけなげだよね。しかし運転手のそいつは喧嘩がめっぽう強いやつでビビる局面でも口に出さない。数年後、あの時実は、というような口数の少ないやつ。とまあ、一本道での最初の経験はなんてことないよくある話。それからすぐかな、俺は、まだ単車当時付き合ってた彼女をケツに乗せて一本道を、順手、で走行していた。すると突然その彼女が、キャーって俺の真後ろで叫んだ。俺が、キャーである。どうしたと振り返りながら尋ねると、彼女はめちゃくちゃ慌てていた。噛みまくっていた。今聞いた。なに？まるまる。俺、が言った？え？と言った具合。一本道を通り抜け一時停車し話を聞いた。彼女曰く耳元、息のかかる距離で度胸が聞こえたらしい。
最初は小さい声なのか遠いのか不明だったが、と思ったらしい。しかしその声は徐々に近づいてきて、と思った瞬間に急激に大きくなり、気づいたら耳元で喉鏡を聞かされる羽目に。それはそれは重低音かつクリア、そして吐息を感じる距離だったそうな。それから彼女はその道は絶対通ることを拒否した。前述した。農薬自殺。があった場所。それがちょうど一本道のこのあたりだ。それから間もなく、した大雨の夜。俺は、バイト先から帰ることができなかった。正確には帰宅するには徒歩しかなかった。大雨で単車を濡らしたくなかったんだよね。その時、バイト先の先輩が俺を送ってくれることになった。D さんと言って当時大学生。父親に入学祝いで買ってもらったという某日さん車でバイト先まで通っていた。育ちがよく真面目で店長からの信頼も厚しい人だったな。誠実の塊みたいな。俺は、T さんに甘え、送ってもらうことに。とにかくものすごい雨だった。ワイパー全開でも怖い。そんな日ってあるでしょ？あまりの豪雨に低スピードで帰宅途中九段の一本道に差し掛かった。俺は、小さい頃からの習性により、しまった、と思った。逆手、だったからだ。過去一度だけ、逆手、で帰ったことがある。小学生の時自転車で。その時は思いっきり転倒し、顔面血だらけにて泣きながら本家に行った。目撃者も多く今では笑い話になっている。顔面血だらけの子供が全力でチャリを漕いでいるのだから親戚中に驚かれたと同時に、無事を知ると笑われた。何事かと思った。で、そしてその時じいちゃん言われた。だから楽手はダメだっつったべ。んなもんで済んでよかったな。って笑ってた。ばあちゃんは心配そうな顔をしていたのが印象的。話を戻す。豪雨の中での一本道。逆手。で差し掛かる。しまった。である。しかし豪雨の中わざわざ反対方向の俺を送ってくれた先輩に。この道は楽手で通ったらダメなんです。なんて言えるわけがない。はぁ、こいつ頭おかしいのか？で終了である。結局。逆手。で帰路についたわけだが。何しろ怖かったのは先輩の運転。下手だった。笑い。ちょっと間違えれば左手の電源に落ちる。ガードレールなんて当時はなかった。楽さもあるし危険。俺が電源側を気にし、もう少し寄ってください。なんて指示を出しながら帰宅。そして先輩が訪ねてきた。もっといい帰り道ない？細いから嫌だ。と言った。電源を挟んだ平行するもう一本の道があったが俺は、あえて、今来た道が一番早いです。と答えた。なぜなら帰りは一人。電源に落ちないよう、運転席が電源側に来るように帰宅した方が安全だと思ったからだ。電源に落ちるくらいなら、竹林に擦った方がまだマシってもの。そして T さんにお礼とお別れを。翌日のバイト先で T さんが血相を変えて怒鳴っていた。俺は、驚いた。真面目で温厚な T さんがキレている。しかもキレている相手はバイト先で一番の仲良し、T さんと同じ大学の人。俺は、挨拶をすると同時に昨日のお礼を述べようと思ったその瞬間、T さんは俺の顔を見るや否や俺に駆け寄ってきた。おい、まるまる。あの道なんなんだよ。おい、都人情じゃない様子。T さんの話を要約すると以下の内容であった。俺を送った後、一本道を、順手、で戻った。逆手、時にはついていた街灯が消えていて真っ暗だったそう。豪雨による反射を考慮し、ハイビームは避けたかったが致し方なくハイビームで低速走行。するとハイビーム限界の先に何かがうごめいていた。なんだあれ？と思いながら車は徐々にうごめくものに近づいていく。それとの距離が詰まった時、血の気が引いたという。その正体は T さんの言葉を借りれば、頭つるっぱげの袈裟を着たやつ。ただし、下半身がないか、下半身が道路に埋まっているかのどちらか。
だったそう。それは、もがいている、のか、手を振っている、のかわからないが明らかに T さんを見つめていた、そして驚くことにそのまま度胸していたらしい。T さんは、大雨の中聞こえるんだよ、と口角に泡を飛ばしていた。さらに低速走行中の車の通過に伴って、ぐーるん、といった感じで身体の向きを変え、目をそらしてくれない。多分こんな感じであろう。T さんは電源に落ちようが、竹林に突っ込もうがいとはない覚悟でアクセルベタ踏みにて通り抜けた、と。その話をバイト先にて大学の友人に話したところ、嘘つくな、と相手にされず、喧嘩になっていたそうな。俺は、T さんに知っている限りのことを話し、詫びた。T さんは、早く言え、と怒っていたが、やがていつもの T さんに戻った。あの道は二度と通らないと誓っていた。ご多分に漏れずその場所は、当時の彼女の経験した場所。農薬自殺があった場所、それから3年後くらいかな。今ここに書き込んだ話をそのまま、学生時代の友人に話したことがある。場所は一本道沿いの分家。長くなるので端折りますが、仲良しのおじの家。おじは一人暮らし。そこの2階部分が俺の部屋と化していた時期があった。時刻は午前3時過ぎ。夏だったので夜が白じんでいた。ちょうど話を終えた瞬間、外で度胸と金属音が、主要層のような方が持っている金属っぽい杖わかりますかね。頭の部分に輪っかがたくさんついていて、シャリン、と音がするやつ。まさにあれだ、と思った。俺と友人、不思議なことにその音はすぐに消えた。俺、なあ、今の、友人、言うなあ。そして友人は帰ると言い張った。せめて明るくなるまで待て、と説得したが聞く耳を持たない。そいつの家は少し遠い。車で30分くらい。その代わり家に着いたら無事を知らせる電話を一本、そう約束して友人を帰らせた。そして20分後くらいに電話があったんだ。随分早いな、と思って電話に出るとそいつは泣いてパニックに。一本道を抜けたずっと先の道、綺麗に舗装された2車線道路の緩やかなカーブで単独事故。すぐに現場に救出に行ったが歩道に乗り上げ、電柱に激突。歩道の緑に突っ込んでいた。この後もいろいろ大変だったのだが、オカルトではないので割愛。その後前述した PDF ドキュメントを読んで知った後日談もある。それはまたの機会に。ネット上の噂。武者の霊が出る。甲冑の金属音がする。これは間違いだと確信している。あれは武者なんかじゃない、あの時をさまようお坊さんだ。脳道にて、よう。うちの家系、6分の5、に続く。ネットで見つけた怖い話。第7280話、うちの家系6分の5。時をさまようお坊さんの幽霊は、たまに出て悪さする武者の霊を沈めているのでは？835-2B5LS8? 21Y さんは家系の人なので武者の霊が見えないだけとか。あ、別に霊感とかじゃなく、元に思ったことです。84、なるほど。でも僕は、そのお坊さんを、見たことは、ありません。記述した通り、聞こえた、感じたのレベルです。当然武者の霊も見たことがない。この目で見た、脳が認識した。のは生まれてこの方5回くらいだと記憶しています。お坊さん。話すと読んじゃうんだなぁ。脳道だけってわけじゃなく、地域をうろうろしてるのはなぜなんだろう。度胸が聞こえるのは、警告なのか何なのか。ただ、お坊さんの持ってる杖。尺状。脳とと、鎧の金属音って、音としては高さが全然違うと思うんだよ。だから、間違いとは言い切れない気が、武者そのものを見たって経験談とかないんだろうか？お坊さんだから幽霊にならないとは限らないらしいからなぁ、即身仏関連はすごいらしいし、土から出てくるとか、度胸が続くとかはそんな雰囲気だが、ちなみに、
鈴を持って入り、その音がしなくなったら完了って話じゃなかったっけ？即身仏。ああ、この話はやっぱり書かなきゃよかったかも。犠牲も、書くな。ってことだったのかな。実は書き込み始めてから色々と調子が悪い。で、今さっきの事実、今日は嫁と温泉に行く予定だったが中止、嫁のおばあさんが今さっき亡くなったと連絡が。偶然から来る被害妄想でしょう。92、おばさんが見たのが武者とワンピースの女性です。しかしそれは九段の道ではなく、並行する道の入り口。ネット上では農薬自殺やお坊さんの箇所で、武者が出る、となっています。いろいろと混同しているのかな？と俺は、思いました。で、初めに記した通り、おばが言っていたことは本当なんだな、と相なったわけです。93、興味深いですそれ。詳しく知りたいです。ちなみに、鈴を持って入り、その音がしなくなったら完了って話じゃなかったっけ？即身仏、ゾワッとしました。95、そうですよね。ただこの話すると確実に、何か、が起きるから過剰になってしまいますね。話をまとめている時もドキドキしていました。97、ウィキペディアより、入廷、入場、とは本来、悟りを開くこと、死を、死ではなく、永遠の生命の獲得とする考えにより、入廷した者は肉体も永遠性を得るとされていたそうだ。生きたまま箱に入りそれを土中に埋めさせ土俵をしながら入廷した例もあった。この場合、節を抜いた竹で箱と地上をつなぎ、空気の確保と最低限の通信。行者は、土俵をしながら鈴を鳴らす。鈴が鳴らなくなった時が入廷の時である。を行えるようにした。98、ありがとうございます。これってオカルトも修行も、真実。だと仮定すると、いろいろが点がいきませんかね？生きたまま箱に入りそれを土中に埋めさせ土俵をしながら入廷した例もあった。D さんが見たのはこれですかね？いやあくまでも、オカルト、前提での話ですよ。でも箱がどうのとは言っておりませんでしたね。そしてやはり鈴を鳴らすのか。私は、聞いただけなので正解は鈴なのかな。おばを信用したきっかけ、例のおばが某信仰宗教信者とのことは記した通り、そしてネット上で噂になっているものを、見た、のも記した通り。また偶然先祖がうちの一族と関わりがあるのも記した通り。おばと一緒にいると変な思いをすることが多かった。まずは話のつながりから行くと脳動絡みが良いですかね。後から聞いたのだが、おばは幼い頃から色々と見たらしい。だからといって慣れるものではなく、いわゆる、霊が怖い、とのこと。そのおかげでよく幼い私が駆り出された。夜のゴミ捨てなど、暗い場所には必ず私を連れて行く。その時おばが見たのものがネットでも噂になっている。それは霊の脳動と並走する道の入り口。地域のゴミ捨て場がある。すぐ横にはカーブミラー。このカーブミラーの下もネットで噂になっていた。霊の武者、そして白い女って言い方されていたかな。夜おばに借り出され一緒にゴミ捨て。おば曰く、怖いから一緒に来て、夜は時々変なのを見る、と言っていた。そんなことを言われた俺は、当然怖い、拒否する。しかし、せめて見ててくれ、と夜中トイレに行く子供か。そういえば旅行先のトイレにも付き合わされ散々な目にあった。それはまた別の機会に、おばがゴミ袋を下げてカーブミラー横のゴミ捨て場へ。俺は、見ていた。するとおばが無言でリターンしてくる。である。おば、ほら、ほら、見た？見た？俺には何も見えなかった。しばらくおばとカーブミラーを眺める。おば、じゃあ、俺を置いて自宅へダッシュ。追いかける俺、イカオバダン。なぜリターンしたかというと、カーブミラーに白いものが映ったそう。最初は車かな？と思ったが冷静に考えて車通りもない嫌な予感がして引き返した。俺と一緒に眺めていると、ちょうどゴミ捨て場の裏。すみません、
説明が難しい。に、白いワンピース姿の女性が立ってこちらを眺めていた、と。確かにネットにも書かれていた。話自体は怖くもなんともないと思うが、俺は、衝撃的だったな。火のないところに煙は立たず、おばの霊言ではなかったのだな、と。おばとはいろいろ体験するのだが要望があればまた書きます。おばのことを信用したきっかけとなる話でした。おばを信用したきっかけ、よう。94、ざまあ、わら、107。お前さん、俺に何の恨みがあるか知らんが他人にそういうこと言うもんじゃないよ。まだ若い子なんだろうけどな。何も良いことないよ本当、寂しい人生を送るだけになる。間に合ううちにきちんと自分と向き合いなさい。そんなこと勝手に決めつける君もまだまだ幼いね。良いこと、寂しいこと何をもってそう言えるのかね。誰を基準にそう言ってるのかな。所詮他人が決めた法の下でそれを受け売りにしている君が言っても説得力はないな。それでも自分が正しいと思うんなら実際にそれを行動してやってみなさい。こんなネットじゃなく現実でね。でなければお前も94となんら変わらんよ。109、ご指摘ありがとう。そりゃ幼いさ。孔子様だって70年かかったんだ。論語で言う、不惑の年にも差し掛かっていない子供だよ。所詮他人が決めた法の下、というのは全くもって意味不明だが、それどころか俺は、時に、筋は法律を凌駕する、と思っているくらいだよ。俺のリアル社会での行動は小さいながらも会社を12期経営し、毎期黒字計上し、人材再生をテーマに奮闘していることくらいかな。その中で2008年リーマンショックの煽りを受け、都市銀、地銀、その他ごねない筋を巻き込んだ100億円規模の負債処理に巻き込まれ、その間に何人か人も亡くなった、じいちゃんばあちゃんも亡くなったばかりだったしな、人間勝手なもんで生きている時には、うるさいやつだな、と思っていても亡くなると気づくことも多い、と俺は、思った。少なくとも94や109さんにもご両親、さらにそのご両親と命脈が続いてきているわけだ。仮に109さんの親御さんやご親戚が亡くなったらネットでも、ざまあ www、なんて俺は、言えないよ。子供な俺は、普通に顔面に躊躇なくパンチぶち込むと思う。110、俺のリアルと俺は、思った。の箇所が不要だったな。111、読んでくれたのね。ありがとう。不要と言われればそれまでなんだが。それでも自分が正しいと思うんなら実際にそれを行動してやってみなさい。ニアンサーしただけだよ。迷うことはたくさんあるけど、どっかで自分を信じなきゃ何もできないよ。そんでお坊さんに詳しい人居ないですかね。うちの家系、6分の6に続く。今日のオカルトスレ、閲覧注意、あなたの職業に関するオカルトな裏話。数年前だが友人たちと機械販売整備会社をやってました。みんなでくつろいでいる時に緊急連絡があり、状況を確認しました。機械に頭部を潰されたお遺体があるとのことでした。その機械はご飯の搬送機で、その会社は関西一円におにぎりを出荷してました。報道されることはなかったようですが、社名変更をして現在稼働中です。その後当然おにぎりは買ってません。不謹慎だとは思うけど、思わず不謹慎しちゃいたい時って誰しもあるよね。それって、おむすびマン。自分のバカさ加減に涙が出そう。7。誰も新しい顔を作ってくれなかったんだね。不謹慎とか慣れっこです。うひゃ連投だ。当時は大変な騒ぎだったんだよ。当然関係者のみだけど。事故の状態を簡単に言うと、頭の上にエレベーターが落下した感じ。当然関係者にも不謹慎なものはいましたよ。もうそぼろは食えねえやとか、脳みそ握りとかいう関係者が、
下請けの作業員がお遺体を一人で搬出されてたなぁ。合唱。14、横浜鶴見のゾッとする場所。夜勤の時の不思議な体験を一つ。大黒大橋真下の内港船バースで夜中の昼休みに一服してると仕上げたばかりの梱包した木箱の間をパタパタと音がする。不思議に思い同様に聞くとずっとしているという。犬か猫だろうと音の主を確かめるべく耳を澄ますと次第に円を描くように近づいてくるのがわかる。木箱の裏耳を潜めながら二手に分かれすぐ先にいるだろうと思った瞬間二人で飛び出した。だが目の前には何もない。あっけに取られ同僚と顔を見合わせていると自分たちのすぐ足元からパタパタと走り去る音。目の前にいないのではなくいたのだ。くるぶしから下の小さな裸足の足が海に向かって消えていった。行こう、夜勤拒否。17、僕がカラオケ店でアルバイトをしていた時、単発スレ。その店は曰く付きで、エミアルバイト仲間では5号室が、出る、と評判でした。客によっては、スピーカーの雑音がひどい、とか、気持ち悪いから部屋を変えたい。なんて言われることもたびたびありました。開閉後、他の部屋から女の人の笑い声が聞こえてたんです。一人ではなく、何人かいるように聞こえました。その瞬間ピンときました部屋を確かめると、やはり5号室でした。ひょっとしたら、まだ客が残ってるかもしれないと思い、ドアを開けましたけど誰もいませんでした。照明をつけようと思いスイッチに手を伸ばした瞬間、何してるの？スピーカーを通して女の人の声が聞こえました。それから数日後、僕は、アルバイトを辞めました。24、勤務医やってるがいろんな関連病院で当直こなしてると、多かれ少なかれ不思議な経験はする。夜中締め切るあたり廊下に人影が見えたり、夜中巡回中に全く無意識に霊安室の鍵開けちゃったり、当直室に線香の匂いが漂ったり、すんごい視線を感じたり。まあ、ボロボロに疲れてるから、気にしないで寝ちゃうんだが。55、24、やっぱすごく疲れてる場合そういう場面に遭遇しやすいんだと思うな。チャンネルが合うのかな。33、病院でされた激痛の治療検査復活。今仕事で精神病院に出入りする機会があるのだが、やっぱりそこで亡くなる人は多いそうだ。病院のスタッフさんたちも、ニエフの窓の外を白い人がスーッと滑っていったとか、どんなに直しても時計がすぐに2時間弱だけ進んでしまうとか、夜中に半透明の人がソファに座っていた。少し前にそのソファで人が急死していた。など、私、こんなすごい経験しているの。って感じですげえ楽しそうにガハハガハハ笑いながら話していた。幽霊より生きた患者さんの方が、何するかわからない分よほど怖いんだろうね。あんまり関係ないけど、出世する男看護師は、みなそこ知れぬ怖さがある。仕事はできる、人当たりもすごくソフトなんだけど、何か得体の知れない闇を抱えている感じ。気違いの相手して、気の強い看護婦まとめているとそうなるのかね。37、出世する男性看護師がそこ知れない、なんかわかるな。人の死にすら麻痺してるような海線山線の女性看護師が従ってしまうくらいの、何かやばいものを持ってるって感じな。人一人くらい殺してるかもしれんな、わら。38、地方ローカル百貨店で清掃員してる。先輩のベテランおばちゃんに聞いた話。営業中、トイレの点検。ペーパーの補充や汚れてた場合の清掃。で、各階を回っていた。ある階女性用洋式個室が使用中で、しばらく待っても出てこない。仕方なく他の階を先に回り、10分後くらいに戻ってみたが、やはり使用中。その後何分待っても出てこないのでノックしてみたが返事がない。まさか、遠いから覗いてみたら案の定ぶ倒れてた。救急が来た時には死んでいたそうだ。39、個人的には聞いた話より毎日のように遭遇する。便器の外に漏れた瓶を放置していくやつ。C
使用済みのたっぷりケーキ吸った真っ赤なナプキンを包みもせず剥き出しで捨てるやつ。何が入ってるのかずっしりと苦そう重い袋を捨てていくやつ。こういう奴らの方がよほどオカルト。てめえで出したもんくらいてめえで始末しろ。と思うが、それで金もらってんだから仕方ない。しかし覚悟してるとはいえ、ドーンと落ちてるうんこの塊や、べっとり血のついたものを見ると食欲なくすよ。客は、まだしも店員もひどい。外では済ました顔して化粧品や食べ物売ってるのかと思うと、衛生的なことより、単に不愉快で購買欲が湧かない。44. 怖くないが、元船員の父の話。父は戦中生まれで食べ物に苦労した経験があるから、子供の私が好き嫌いを言うとよく叱られた。そんな父が食べられないもの。鶏肉。父曰く、鶏は二本足だぞ。とも食いになる。と。まあ、自分の好き嫌いを正当化するためのへりくつだと思った。父が後食べられない。嫌いな。ものが二つあった。タイトシャコ。子供の頃は理由を教えてもらえなかったが、私が高校生になったある日、父がその理由をぼそっと話してくれた。海で仏さんを見つけるとな、あいつらが必ずたかってるのよ。水の中の仏さんにはタイ、磯に上がった仏さんにはシャコが、うじゃうじゃたかって食い散らかしよる。あれらの肉は人の肉よ。だから俺は、タイとシャコは食わん。とも食いになる。この話を聞いても私は、寿司屋に行くとタイとシャコを注文してしまう。親不孝者でごめん。45. シャコの話は前に何かで聞いたことあったけど、タイの話は初聞きだったなぁ。あとうなぎやタコの同じような話も聞いた。本当なら海のものは怖いね。46. スマトラ島沖地震の後は、インド広島産のマグロが大量だった。去年の秋から日本では、鮭やサンマなどが大量だそうだ。つまりはそういうことだ。47. タイもシャコもお高いネタだからな。親父さんの懐具合とプライドの天秤をだなさしてあげないと。50. アルバイトいた。火葬場の従業員だけど楽すぎ。死んだ親父の骨拾ったがガンで死んだら骨まで残らないわ。それはガンではなく痛み止めのモルヒネのせい。末期に苦しんだから医師がかなり投与したのでは。結果骨はボロボロになる。所詮麻薬ですから。そうなのか。51. それはよく聞くな。橋で拾おうとしてもポロポロと崩れてしまうらしい。52. 母から聞いたが長期の闘病生活の後に亡くなったおばは骨が粉々だったらしい。何種類も薬飲んでた。53. 実母は大腸がんで、腹が痛むため最後は、モルヒネ打ちまくりだったが骨はきちんと骨壺内に詰めるくらいあったよ。別に骨太ではなかったし丈夫でもなかったが人それぞれかもしれないね。61. 最近施設常駐警備員に就職したんだがよく出る。先輩たちや隊長からよく出るからまあそれも給料のうちと思っとけと言われてるけどさ。仕事先がショッピングセンターなので閉店作業っていう。施設内からお客さんを追い出す作業中とある箇所のトイレが毎回やばい。誰もいないのに話し声が聞こえるなんて当たり前。そこのトイレだけなぜか薄暗いし昼間はなんともない照明がとにかく点滅する。極めつけは鏡越しに見ちゃったことすでに3回。当然後ろには誰もいないんだけどね。最近は慣れてきたもんで見ちゃうと。お疲れ様です。と声かけてから出ることにしてる。夜間のトイレの安全はきっと彼らが守ってくれてるんだからさ。今日ものうららで警備をつっす。62. すごいね、そんなに簡単に見られるものなんだね。63. 自分の職業じゃなくて親の職業にまつわる話なんだけど。うちの親、保育士なんだわ。で、親が担当してる子供の中にも、教えてる、子がいるんだって。よく、先生の方におじいちゃんいるよ、って言ってくるらしい。ちなみに右肩か左肩かは日によって違うんだと。
64。小さい子は見えやすいみたいだよね。ほとんどがだんだん見えなくなっていくみたいだけど。76。仕事柄トンネルを掘る関係の人と一緒になるんだが、いろいろなタブーがあるねー。なぜか知らないけれど、昼に卵かけ、ご飯食べようとしたら怒られた。人柱になるつもりか、って言われてビビった。個人経営の居酒屋でバイトしてた時だけど、魚が腐ると酒漬けにして焼いて、焼き魚定食としてランチタイムに出してました。たまに勇気あるお客さんが、魚が臭い、と文句を言いましたが、おかみさんは済ました顔で、そうですかー?で流してた。19。私病院で働いてるんだけど、自分の娘、養女、を必死に医者に売ろうとしてくる母親って時々いるんだよ。多分金に困ってるんだろうけど、うちの病院の先生たちは怖がって長期リコール扱いでスルーしてるけどね。わけのわからん養女に大金渡いて、挙句に医師の資格剥奪されたら割に合わないよな。21。精子工場とか、化学薬品工場とかもやばいらしいね。ある精子工場で、休憩入る前に転校したら一人足りなかったんだって。どこ探してもいなくって、そしたら出来上がった髪にポツポツと赤いシミが、だんだん広がって、そのうち髪全体が真っ赤に。そのいなくなった社員さんって、髪をくっつけるノリの攪拌機担当の人だったらしい。あと、誤って硫酸液のタンクの中に落っこちて金歯だけが液の中に浮いてたって話も聞いた。24。どこで事故ったかで変わるけど攪拌機なら全体がピンクにならないか?巻き取り機なら、だんだん広がる。ほど遅くないと思うけど。25。海苔を作る攪拌機って言ってた。血とかそんなレベルじゃなくて、肉片だったらしい。そんなに粘度が高くない海苔だから、攪拌機の刃が超高速回転だったもんで、身から骨からすべてミンチ。遺骨はこの紙です。状態だったって話。22。金って浮くんだ、わら。25。浮くっていうよりそれしか残ってなかったんだと。服も身も骨も何もかもが溶解しちゃって。塩素系薬品って金属は溶けないんだろうか?まあ、どっちも同僚から聞いた話だから、本当かどうか怪しいけど。66。亀ですまんが、金は汚水でなければ溶かせないそれはさておき、硫酸でタンパク質は溶けない。わらさんは焼くだけなので変な焼肉もどきになりはしても溶けてなくなったりしない。人体を消したいなら強アルカリ液につけて骨だけになったら酸で溶かす。30。工場系は労災令を謳ってるから事故を隠そうとする。31。確かに、ゼロにしようとか言ってたが、正社員のクソっぷり。俺のいたところだけかもしらんが。いや、説明不足があるから事故はなくならんよ。まあ、事故を起こすやつは使えないやつとか慣れて汽笛を抜けてるやつとか、ごはたまに設備不良とかだが。35。うちの母が昔、縫製工場でミシン掛けをしてた頃。隣の人が布と一緒に手のひらまで塗ってしまったのを母はもろに見てしまったとか。工場手話後でミシンの修理代が、血で錆びてもうダメかな、とブツブツ言ってたらしい。職場じゃないけど、やはりうちの母は独身時代スケート場でスケートしてたら。目の前で子供が転んで、そこへ別の人が滑ってきて子供の指が飛んだのを見たことがあるらしい。他、踏切で遮断機が上がるのを待ってたら、すぐ隣にいた学ラン姿の学生が、電車が来る直前中に飛び込んで、車輪の下に巻き込まれたのをすぐ目の前で見たりとか。なんぼほど見てるのやら。43、某超有名ファーストフード。フライヤーにはゴブリの死骸だらけ、凄まじい。トレイにも赤ちゃんを切り、潰れてたり。だらけ。内臓ぶちまけてても平気。ジュースの機械は、客席にもいたけど、客は承知で食べに来てるのかね?自分は匂いだけで吐き気しちゃうよ。116。
10年くらい前、某大手の観光場の洋菓子部門でバイトした時、いちごショートの傷んだいちごを綺麗ないちごに取り替えてから、賞味期限シールを剥がして新しいのに超買える洋社員から指示された。ちなみに春のパ祭りとかやってるとこ。117。私も昔、某大手製パン会社のケーキ作りのバイトしてたけど、傷んだいちごを取り替えて出荷してたな。ちなみに部分的に傷んだりかびたりしたいちごは、その部分を取り除いて乱切りにしてスポンジ生地の間に挟む分にしてた。いちごが綺麗でも、いちごが乗ってるクリーム部分は食べない方がいいよ。134。昔、大きめの文具屋でバイトしてた時のこと。平日の昼間、中年男性が、昆虫セットないか、と入ってきた。その人は割とがたいは良かったけど、なんだか顔色がどす黒いような変な顔色で、肝臓か腎臓でも悪いのかな、と思った。昆虫セットはあったので、あります。と返事したら、それに店の配達係の男性社員が、あ、すんません、今切らしてて、と言った。それに客の男性は、あ、そう、と言って帰った。後で、昆虫セットあるのに、なんでですか、と聞いたら、あれ、薬中屋で顔色変やったやろ。昆虫セットの玩具の注射会に来よったんやで、と言っていた。以後、そういった人には昆虫セットを売らないように言われた。136。うわぁ怖いねというか、ちゃんと人間にも使えるんだ。162。土方じゃなくて建築関係だがオカルト系は経験ないが、あの辺の新興住宅地はもともと沼でな、ユンボが何台か沈んでるよ。と言われて、はぁ、洋波現場に止めておいたユンボが、朝になったら埋まってるくらいの軟弱地盤だったらしいとか、個人的に一番怖かったのは、洗濯機置き場追加ね、と言われて、図面を見たら、そこには廊下の端にライティングデスクと書いてあった。これ、旦那さんが必死に確保した書斎気味のスペースなんじゃ ?163。図面系じゃなくて土系なんだけど、券売作るのに立ってたもの壊したらそこから人骨が。ってのならある。でも新聞にも載らなかったしニュースでも流れなかった。これはちょっと怖いぞ。171。おばの経営するセレクトショップは場所柄、お客に風俗とかクラブのお姉さんが、多いんだけど、おばはいわゆる霊感があり色々面白い話を聞く。どす黒いオーラを醸し出すクラブのお姉さんたち。男関係が派手なソープ場に着く二人の女の生き霊。何かの霊に疲れて悪臭。一般人にはわからない。のする不倫中のキャバ嬢。悲しい顔した母親の霊が背後に見える薬中風俗嬢。これほど真っ当な仕事をした方が良いと実感したことはない、とはおばの話。172。今話題の赤服だけど、自分が個人経営の和菓子屋で働いてた時、あん時時の分別。再利用、冷凍、解凍なんて当たり前だったぞ。売れ残った和菓子がそのまま次の日に並んでたし。客が、明日買おうね、なんて言ってるのを聞いて、今日も明日も物は一緒だよ、と思ってたなぁ。173、もったいない精神。174、昔のダム建設の時は、一度に大量にコンクリートを流し込むから、うっかり人が落ちても助け出せないし、コンクリートを打つのを中断できないから、中に埋まったままの作業員が、結構いるって聞いた。自分が若い時、高さ3メートルくらいのコンクリート打ってて、3分の1くらい打った時に、中で一緒にバイブレータしてたおっちゃんが滑って、コンクリの中に両足を突っ込んだ。そん時は、流し込み中断して、みんなで引っ張り上げたけど、長靴は今もコンクリの中に入ったまま。腹か胸のあたりまで埋まってたら、多分抜けなくなる。もう一つ怖いのが、昔のダム工事現場は荒くれ者が多いから、生意気な若い監督とか、コンクリ打ちの日に放り込まれたりしたらしい。昼休みに、
古いおっちゃんからそんな話を聞かされてたので、ダム工事現場には行くまいぞ。って思ってた。175。人が埋まってるよね、古い大規模なダムは。似たような話を負の土木家の親父が教えてくれた。176。写真の現像屋のおっさんは、現像に来た客の写真で気に入った写真があると、自分用に焼き増しして保管してると聞いたな。177。それ聞いて映画、ストーカー、思い出したよ。186。とんかつ屋でバイトしてた時の話。客が残した付け添えの野菜類は再利用。お皿下げる時に洗いためしてるキャベツカゴに戻し、カツの手つき数のカットを集めて使う。それが当たり前の店だった。G もうようよ。お皿は洗剤水に浸してあげるだけ。ひどいっていうか気持ち悪かったのが、オーナーの奥さんがお手ぬぐい機を毎日洗濯して持ってきてたんだけど、家族の下着や靴下が一緒に洗濯カゴに入ってたこと。怖くてまかないも食べきれなかったし、早々にやめたよ。あれ以来飲食系の店では働けない。239。186。ラブホで働いてるけど似たようなことやってる。野菜の使い回しは当たり前。皿も使い回し。自分たちが食うんじゃないからめちゃくちゃやってる。清掃もやばいし。汚い WW200。今から20年ほど前の話。右奥歯の治療のため母親と歯医者に通っていたのだが、そこにお笑い芸人の香港をそのまんま女装させたような歯科衛生士がいた。常に仏教面で、子供ながらに、この人はこの仕事が嫌いなんだろうなぁ、と感じさせる人だった。そして何度か通ううち、理由は忘れたが、今日は一緒についていけないので、一人で行ってらっしゃいとのこと。幸い、自転車の補助は元で、さほど距離も離れていなかったことから、初めてのお使いよろしく少しワクワクしながら歯医者へ向かった。待合室には人気もなく、すぐに名前を呼ばれ、いつものように案内されるがまま椅子に座ると、医者の横には仏教面で構える香港。少し嫌な気分になりながらも、治療が始まるとそんなことも気にならないまま、あっという間に時間が過ぎ、ほどなくすると、なんとなく治療が終わる気配を感じ取り、安心していると、何の理由があったか知らない会社が突然席を外した。話は変わるが当時治療をしていた奥歯以外に、下の前歯が生え変わりのため、下で押すとかすかにぐらつく乳歯が一本あったのだが、それは自然に抜けるのを待つという形で、医者にはスルーしてもらっていた。201。話は戻り、子供の頃の自分は仏教面の看護婦と二人きりにさせられ、なんとも居心地の悪さを感じていた。すると珍しくほのかに笑顔で、おもむろに近づいてくる香港。いきなり口に手を突っ込まれ、そのぐらぐらしていた乳歯を力任せに引っこ抜かれた。あまりの出来事に目を白黒させていると、これまた乱暴に脱脂綿。お口に突っ込まれた。状況が把握できないでいるところに医者が戻り、ここら辺の記憶は曖昧なのだが、そのことには一切触れず治療が終わったように思う。この記憶のせいで未だに歯医者より歯科衛生士が怖い。あと香港も怖い。205。無理やり抜くとしばらくスカスカ感が残るんだよな。わらさっきベッドの下掃除していたら、歯が出てきた。わら。202。なんか怖いね。そういうやつ。234。数年前に回復手術をした。手術して半年くらいした頃、手術後を撫でると縫合糸の先のようなものが、ツンツンと指先に当たる様になった。手術後の検診で手術をした某大学附属病院の先生用にそのことを言ったら、ああ、それはねえ時々出てきるんですよねえ。とかなんとか言うだけで、よく信用ともしなかった。またしばらく経った頃、より出てきた端を指先でつまんで引っ張ったら、腹の中から黒い糸がビロンと3センチメートルほども出てきた。残りは、まだ腹の中のようだった。
慌てて糸の出てきたあたりを消毒して絆創膏を貼り、翌日近所の外科もやってる個人病院に行った。手術の後から糸が出てきた。というと、そこの先生は、実際糸が出てきてる腹を見せると、あれあれ、こやまた、と呆れていた。そこの先生に処置してもらってからは、おかしなものは出てこない。237。最近の手術の糸って分解して吸収されるから抜歯しないんじゃなかったっけ。249。勝手に抜かず、塗った病院に行った方がいいかもね。わざとくっつけておくために使っている糸が出てきちゃったって可能性もあるので。今回は1センチくらいだから抜けたけど、上位糸で中を塗ってるのに一部を引っ張ったりしたら大変なことになる。体は異物を排除排出する機能があるので、出てくること自体は普通にあり得ることで、それだけでは医療ミスと言えないよ。あと先生とか関係者に見せて、ミスならミスしてるって知らせた方が先生に反省してもらって次の患者さんに対する教訓にしてもらえるよ。250。医者なんてまず自分のミスと認めないのが大半じゃね？253。いや、そんなことないよ。身内が医者やってるけど、揉め事になるのはミスをなかなか認めないケース。ミスなんてしょっちゅうあるから、すぐに謝っちゃえばこんなにチャンネルに書かれるようなことにはならない。259。なんだか病院話が続いているようなので。うちの父親だけど。手術後にいろいろと点滴とかも受けていたんだけど、とある点滴を針に刺した。直後から父親が痙攣起こしてね。隣のベッドの人が気づいてナースコールして。くれて助かったんだけど、それを聞いたのは父親が退院してから。もちろん病院に文句言いに行ったけど、治ったんだからいいじゃないですか。その時にあなたたちに連絡してもどうにもならなかったでしょ。トラ切れされた。医者ってのは少々ずうずうしくないと続けられないんではないかと思った当時。直接の食用に関する話でなくてごめん。260。あんまり下手に出たらいろいろ面倒なんじゃないかな。テレビで医療についての番組とか書籍なんかがあるから、下手に知識つけた人とか厄介なんでないかな。269。なんかリアルで病院で怖かった話になってる。わら。病院で事務員をしてる。うちの病院、今は新築移転してるけど数年前までは本館が昭和一桁に建てられた。非常にホーンテッドな病院だった。15年前まで本館には手動ドアのエレベーターがあったという。就職した頃、こんなに歴史が古い病院だから、お化けの話とかないんですか？と。先輩や看護師さんにそれとなく聞いてみたけど、誰も、別にない、と教えてくれなかった。だが新築移転して数年経った今頃になって、前の病院では実は壁を走る幽霊が有名だった。壁に垂直に腰から生えてうろつき回る。冒険室の上の部屋は、料金の高い特別室だったが、壮麗騒動が何回かあった、故障でごまかしてた。カーテンの上から覗く人がいる、特徴があったが、特徴を聞いたら昨日亡くなった人だった。ETC と、あまりインパクトはないがオカルトな話が続々と。わら。今は綺麗な病院になって、一晩中明るくて救急外来もあって日夜絶えず人が出入りしているので、オカルト現象に怯える心配がない。旧病院ではやっぱりあまり口に出したくなかったんだろうな。今はドキュン患者や、ひどい事件事故、新聞に載るようなこと、の人が運ばれてくる方がよっぽど恐ろしい。270、カーテンの上から覗く人、カクカクプルプル無理。279。昔、精肉工場で働いていたんだけど、やっぱり怪我とか多くてね。特に引き肉ラインの人は必ずどこか怪我していた。私が働いていた時も、でかい引き肉用の機械ではなく、ストーブぐらいの、大きさの小さな引き肉の機械。あまり大量に作らない種類の引き肉は、これで作る。お操作していたはずのマネージャーがいつの間にか、いなくなっていた。
後で聞いたら、機械に指を挟み込んで、人肉入り鶏肉のひき肉を、作ってしまっていたらしい。もちろん、中のひき肉はすべて廃棄。新しく作り直し。後日、マネージャーの指を見たけど一本丸ごと持っていかれたわけでは、なかったみたいで、指の先を切り落としたみたい。ちょっと安心した。280、引き続き投稿。同じ会社で、別工場に製麺ラインがあった。そこで入ったばかりの新人が、異物混入か、何かが引っかかったかで、手を入れて取り出そうとした。本当は機械を止めなくてはいけないのだけど、結構みんな習慣で、面倒だからそのまま手を突っ込むらしい。だが彼はそれによって指3本を失ったそうだ。まだ入社して半年もしていない頃の出来事。本人はしっかりした性格らしく、その後も仕事を続けたが、同期入社の新人が耐えきれずに辞めていった。まあ、気持ちはわかる。292、派遣でプログラマーやってる。今まで見回りで、自殺した人、二人、精神的に参って入院した人、二人、精神的に参りつつある人、数人、仕事途中で行方不明になった人、数人、精神的なものから来る病、胃潰瘍など、出なくなった人、一人、精神的なものから来る病、を抱えている人、自分を含めて数人、気の小さい、真面目すぎる人はダメみたいだ。納期落としても命までは取られないんだから、問い直りれるくらいでないと。精神的、肉体的に調子を崩すのは仕事の重圧や緊張感だけでなく、電磁波の影響もあるかもしれない。自分は白髪がやたら増えて頭痛持ちになり、視力も落ちた。頭痛と視力はモニターを一日見てるせいもあるかもしれないけど。294、無理しないでな。297、俺がいた金属加工工場の話。作業員約100名。指が欠損している人がおよそ30名。腕がない人2名。足引きずってる人が3名。赤眼の人1名。多いのか少ないのかはわからんが全体の3分の1は作業による受傷で障害がある。ちなみに俺は、今、1、ちょいの材料を足に乗っけてしまい自宅療養中。オメガ、幸いなことに指なくならなくて済んだ。299、こわー、指なくならなくて何より。301、ありがとうです。安全靴のおかげでした。アンクツって結構バカにできないですね。たださすがに鉄の部分が変形してしまい、挟み込まれた指がなかなか抜けず気絶しそうな激痛に襲われ。オメガ、303、ここ見てるだけで痛い。326、7年前になるかな？俺が海地の大航空隊ってとこで冬だけに編成される除雪隊ってとこに勤務した時の話。その日は夜からどか雪が降り、早朝に滑走路でショベルを使って除雪に従事してました。無線から、おい〇〇、自分の名前、今すぐ〇〇通りに来い。と慌てる声、最初は溝に車両がはまったかな？と思い一服してからショベルで現場に向かった。行ってみるとやたら人が集まり喧騒としている。集めろ、とか、そこ引っ張れ、とか凄まじい慌てよう。俺もショベルから降り現場に行くと、そこにはロータリー車。前面に高さ2メートル幅3メートルぐらいの回転刃がついており刃を回転させ。雪を崩すと同時に掃除機みたいに吸い込み雪を煙突から飛ばす車。が不気味に佇み、よく見るとロータリーも雪持ちで染まってた。周りには肉片、ロータリー車で人を巻き込んだのだ。煙突にはその際ミキサーした人を吐き出しのだろう。本来黄色いボディが真っ赤になってた。護衛官勤務も経験したことあり、水死体とか見慣れた俺ですらさすがに嘔吐した。バラバラになった肉片を集めながら初めて仕事で泣いた。あの日の夜は二度と忘れられないトラウマとなりひき肉が食えなくなった。ちなみに、
未だにそのロータリー車は使われている。俺は、怖くて見れないが塗っても塗っても黒いシミが出るとか出ないとか。長文ですいません。333。怖い。常識肉なのにな。341。ロータリー車のネタって北海道あたりじゃ。毎年あるって聞いたことあるんだけどほんと?酔っ払いが道路で寝てやぼーん。で、雪で隠れる。後日除雪の際に巻き込んじゃうってパターンを聞いたことがある。345。リアル度3個だけど、あんまりそういう話聞かない気がする。何年かに1回とかならありそうだけど、少なくとも毎年はないような。報道されてる限りは。342。職場の外人が雪国の出身なんだが、彼の国では豪雪が溶ける春頃になると毎年、雪に埋もれた凍死した酔っ払いやら行方不明の徘徊老人なんかの死体が道脇から出てくることがよくあるそうだ。395。警備やってる知り合いに聞いたけど、結構いろいろ見るらしい。警備って迫るムみたいにセンサーが異常になったら行く警備ね。例えば、カメラに幽霊が映った。幽霊に肩を叩かれた。夜中の学校に行ったら生徒が首をつってた。などがあるそうだが、一番怖かったのは、バールのようなものを持ったアジア系外国人に遭遇した。だそうだ。401。最後のが一番怖いし実害あるよな。わら新宿の高層ビルの地下3階でトイレの水が勝手に流れたのに遭遇したことはある後から聞いたら出るんで有名なところだったらしい。病院の霊安室がそこにあったとかなかったとか。476。以前、派遣で某 NT。私のいたフロアの総務課高のファックス番号が変わって、そのフロア総勢数百人に回覧が回った。しかし、その回覧で連絡されたファックス番号は間違いで、本当は某個人宅のファックスではない電話番号だった。総務課のファックス番号が変わった日、朝からそのお宅に電話がガンガン。しかも受話器を取ると、ピーロロロロー、ガガガガー、ノートが耳元で炸裂。人間相手ではないので、番号間違ってます、とも伝えられず。そのお宅の家人はノイローゼ状態になってしまい、来るファックスにはみんな、NT。それを見るなり某お宅のご主人は送られてきたファックス用紙を持って、どこと間違えられてるのかと思ったらあんたとこやあんたとこ。その某お宅は後に訴訟を起こしたとかどうとか、怖い話でなくてすまん。478。地味に怖い話だ。現実だけにシャレにならん幽霊の方がまだマシかも。479。ここまで極端なのはともかく、天板間違いによる個人宅襲撃はよくある話だよ。うちの会社でも前にあった、一度でも間違った番号を記載してしまったら最後、皆疑いもなしに使うからね。怖い。くれぐれもおかけ間違いのないように。585。以前パン工場で働いていた人に聞いた話。その人がミスって機械に手を挟んでしまった時、血だらけの本人ほっといて、機械止めろ。皮膚とか血がついてるパン取り除け。手上司が怒鳴り散らしたらしい。だらだら壊れる血をタオルで止血しながら、バタバタ騒ぐ他の従業員を見ていた本人は、気がついたら病院のベッドの上だったらしい。出血しすぎて貧血で倒れたんだと。586。おしまい。